垂直病棟の効率が悪くなる。で、垂直病棟の出来上がりすることも、いろいろ変えてくるんですけど。そしてまた、病棟の出来上がりすることが、また、影響が他に出てくるというのは。お尻だから一生一貫して、バランスが難しいってことなんですね。なるほど。前ながら、まあ、当たり前だけど、大丈夫です。自分に入ってるからね。この池でコブラなんか左でぐるぐる回したバランスかもしれない。
ジャイロ入ってる。え？ジャイロ。よく聞こえなってますね。実はジャイロの力もかなりかれてますね。そうかね。ジャイロってでも、それだけ風がない時だから。そうですね。風がない時は聞いてないんだね。指ですよ。